佐々木さん、始めていただいていいですか。お願いします。はい、はい、皆さんどうもこんばんは。大学生の方の島崎優斗です。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そして配信見てくださる方も本当にありがとうございます。これから、秋に聞きたい名曲、切ない名曲×打楽器アンサンブルということで、コンサートを始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、1曲目はですね、早速スタートしたいと思います。今日は前半に、全部で11曲、こちらで、選曲させていただきました。秋に聴きたい切ない名曲ということで、11曲、ご用意しております。前回の、8月の配信の時には、夏に聴きたい曲ということで、結構アップテンポで、どんちゃんどんちゃんするような曲が多かったんですけども、今回は割としっとりしたバラードとかも多めになっております。その辺も楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、1曲目、準備 OK?、1曲目は、千と千尋の神隠しより、いつも何度でもです。よろしくお願いします。1曲目、いつも何度でもお聞きで、ね、ありがとうございました。今日のためにですね、実は編曲したんですよ。みんなに楽曲を送ったのが、3日前ぐらいです。よく頑張ってくれたなという感じで、最初にぬいぐるみ演奏を楽しんでいただきました。ありがとうございます。でここから今日、まあ、10曲、あと残り10曲なので、結構ね、ダーッといきますので、あんまり喋ってる時間ないから、準備をよろしくお願いします。で、ちょっとみんな来て。みんな来れる？来れない？みんな来て？みんな来て？あれ来るって言ってたじゃん。みんなー、みんな約束と違うよ。あ、カンナも来ていいよ。カンナも来ていいよ。あよ。上に来てる。あと誰だ？ミキ。ミキ。ミキ。あれ松戸もいない。松戸。え、マジ？ちょっと呼んできます。セッティングがね。ちょっといっちゃん。あ、来た来た。あ、来た来た来た。よかったよかった。どこ行ってたのよ。ありがとうございます。ちょっと前に来てください。
はい、でここから10曲ダーってやるんですけど、先にあのメンバー紹介させていただきます。一番前に今組み立てるのが、マリンバー奏者、あとパーカッションとやってます、磯崎菜子。はい、じゃあこっちからいきます。あのオーケストラ系のプレイヤーです、小林隆彦。それから、マリンバーですね、松沢美希。で、うちの妻の、島崎由紀。それから同じくマリンバの、松岩崎。で、こちらもパーカッション、オーケストラ系のプレイです。高橋宏。パーカッショニストとかドラマーとかしてます、松葉優。で、代表メガリーダーの島崎宏です。よろしくお願いします。さて本日ですね、ちょっとみーちゃんあれ出して、あれ黄色いやつ、はい、ちょっと1個だけ、出して、はい、これ今日ピカチュウの T シャツ持ってきたので、この中の誰かが今日前半5曲までこれ着てもらいます。で、ちょっとね、時間がないので、雨だくじしようかなと考えたんですけど、今、じゃんけんします。じゃんけんで、勝った人が今日一日ピカチュウ。男女関係なく。せっかく、こんな小綺麗なの来てくれたのにごめんね。はい、最初はグー。はい、じゃんけん。はい。待って。じゃあ、俺に勝ったのでしょ。あ、もう一回。アイコは勝ち。俺に勝った人が残ってください。最初はグー、じゃんけんほい。おめでとう。勝った人とアイコの人残ってください。みんなじゃん。ちょっと待って、急ぎでいくよ。最初はグー、はい、じゃんけんほい。はい、勝った人とアイコの人、はい、最初はグー、はい、じゃんけんほい。おめでとうございます。小林隆彦大先生、今日5曲目までピカチュウです。よろしくお願いします。結構次の曲乗ってる。じゃあダッシュで着替えてきて。はい、ということで、じゃあヒロシせっかくここで残ったので、今日の演奏会はいつもは東京パーカッションメディアの演奏会も僕がほとんど企画やったり、コールと打ち合わせしたりするんですけども、今回彼高橋ヒロシが、かなりいろんなことをやってくれました。で、選曲をしたりとか、各パートですね、曲によってマリンバ1やるのは誰、ドラムやるのは誰って決めたのも彼なので、その辺ちょっと喋っていただこうかなと思います。どうだった？結構大変でしたね。思ったよりすごく、まあ、ホールの予約をしたりとか、あとは曲を決めたりとか、まあ、でもなんか楽しいこともなんか、あと曲の采配というか選曲も僕ができたし、あ、じゃあこの人これやってねっていうのも全部僕がやったので、まあなんか楽しかったというか、僕が好きなようにやっちゃった。文句言われたりした？しましたね。そこちょっと明らかに難しいパート、まあ、多分今日皆さん見てたら分かるかもしれないですけど、明らかに難しいパートをちょっとたくさんお願いしちゃった方が、いたので、その方にはちょっとなんでこれなのって言われましたけど、自分のパート簡単にしようとか思った？いや、それは別に、そんなことはないですけど、結果的にそんなに難しかったことにはなりましたけど。いやあえてでしょ。そんなことないですけど、まあ、結果的にしようちょっと簡単。ヒコ、まだ？お！ごめんなさい、さ、ごめん、前回もさ、木になってもらったのに申し訳ないです、ありがとうございます。それでは2曲目、プリテンダーです、お聴きください。
けてお送りしました。プレゼンターですね、オフィシャルヒゲダンディズム。これ僕ずっと、ヒゲダンって言ってるのが何のことなのかさっぱり分からなくて、なんか生徒とかからヒゲダンの曲やってくださいとか言われたんですよ。ヒゲダンってなんだと思って、ヒゲ男爵、ヒゲ男爵ってまあいたじゃないですか、お笑い芸人の方で、マジでヒゲ男爵のことだと思ったんですよ。あ、なんだっけ、ルネッサンスの人たち、あれ違いましたっけ。そうですよね、そうルネッサンスの人たちだと思ってて、あ、こんな歌出してるんだって思ってたら全然違うって、ヒゲダン好きの方本当に申し訳ございません。でも出版するってなって、あ、こういう歌手の方ってかバンドの方がいらっしゃるんだなって分かったので、僕もいい勉強になりました。でここからですね、どんどんいきます。ピカチュウが出てくるのはそんなに、あ、そんなにないんだね、もしかして。あれ、ピカチュウほとんど出てこない疑惑出てきました。後半、じゃあ後半もピカチュウでいてもらおうか。うんね、そうしましょう。はい、ということで、早速いきます。3曲目、今度はですね、ボーカルでも、ボーカルも、バルーンさん作曲の、サルルをお送りしたいと思います。こちら、今日の中では、割とアップテンポというか、かなり爽快感のある曲だと思いますので、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。サルの、マルさんのサルをいただきました。ということで、アップテンポなの1回終了して、次の曲、アイコさんのカブトムシですね。これ、まあ、選曲はその高橋ひろしがしたんですけども、カブトムシって僕、小学生とか、中学生、ひろしカブトムシやりたいってしてた。俺の5、6個以上したの、もっとか。28? あ、年いっちゃっていい。もう遅いよ。もう遅すぎる。で、僕34なので、6個した。6個した。リアルタイム知らないでしょ。多分僕が小学校とかだと思うんですよ。だからすごい懐かしいなと思って、よくこの曲持ってきたね。好きなの？アイコが。少し背の高いだね。さっきそんな話してあの僕とヒロシちょうどいいカップルの身長なんですよ。15センチ差ぐらい。いくつ ?80 ぐらい。僕164なので、そう15センチ差ぐらいです、はい。このぐらいがちょうどいいカップルだそうです。どんどんいい、カブトムシをお送りします。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。いや、いい曲だ自分で演奏しててカブトムシいい曲だなって本当にね思いました。今やっぱりこう人前で演奏する時のテンションってやっぱり違うので、さっきリハーサルする時はいい曲だなってね、あんま思わなかったですテンションが違うんですよね。ちゃんと演奏すると本当にいい曲だなと思って、懐かしさもあるでしょうけどね。ありがとうございます。カブトムシお聴きいただきました。で、今日は前半が大体1時間ぐらいで終わりになるんですけども、まだ半分も終わっておりません。もしかしたら配信伸びるかもしれません。ちょっと分からないですけども、なるべくサクサク見ながら進めていきたいと思います。次の曲、君の知らない物語ですね。これがスーパーセルという音楽グループ作曲グループみたいな方たちが作られた曲で、物語シリーズっていうアニメの主題歌でした。で、うちも妻園崎由紀がこの物語シリーズっていうアニメすごい好きで、で妻から教えてもらって、僕も原作小説なんですけど、結構分厚めの小説なんですけど、全部読んだ、結構全部読んで、面白い話だな、っていう感じで、面白かった面白かった。で、結婚のさ、パーティーの時にさ、これ流さなかった。我々の結婚パーティーの会場の曲はこれでした。思い出の曲です思い出の曲を今日披露させていただきたいと思います。 OK、 ありがとうございます。君の知らない物語です。よろしくお願いします。
ありがとうございました。君の知らない物語を聞いていただきました。でここで、半分近く終わったということですね、残り6曲です。まだまだ結構ありますね。あ、倒れてるね、髪。ということで次の曲、どんどんいきます。スピッツのロビンソンいきたいと思います。これも懐かしい。懐かしい、知ってる。あ、はい。懐かしい、懐かしくない。まあ、これは世代です。中学ぐらい。そうですよね。あ、ヒルシ、なんでこの曲を選んだのか聞きたいの。ヒルシ、何か今後でじゃあ喋ってもらいます。はい、ということで、ここから僕ちょっと休憩させていただきまして、他のメンバーの皆さんに頑張っていただきます。次の曲が、スピッツ作曲のロビンソン、そして、キングヌー作曲の、白日で、米津玄師さんのアイデクライネ、ちょっと3曲ポンポンポンっていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。3曲連続でお聴きいただきました。足がつりまして、ですね、ずっと裏でほぐしてたんですけど、やっぱビブラフォンでね、再発しました。めでたく再発しました。ちょっと休憩しますね。休憩しますので、あ、休憩できない、次も俺乗ってるじゃん。私はマリパだからいいか。この間もですね、足つったんですよ、なんかの本番で両足つったんですけど、今日も両足つりました。何なんだろう。今めっちゃ水飲んできたんですけど、しょうがない、しょうがない、ね、しょうがないので、次の曲、同じく米津玄師さんの、レモンをお送りしたいと思います。この曲あれなんだっけ、何の時代かだっけ、アンナチュラル、ありがとうございます。神の声がですね、聞こえてきました、会場から。アンナチュラルの、主題歌で、レモンって多分米津玄師さんの中でもかなり有名な曲なんじゃないかなと思うんですけども、2曲連続で、最近だとパプリカとか、あと新しい曲もね、またいくつか出てますけども、どんどん新しい曲作曲して全部バズっててすごいなと思います、本当に。ということで、しっかりとした感じのレモンを聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
さてありがとうございました。米津玄師さんの、レモンをお送りしました。で次の曲で最後の一個前の曲で最後って言いそうになった、次はですね、これも1年ぐらい前かな、もうちょっと前かなに流行りました、YOASOBI 作曲の夜にかけるをいきたいと思います。多分今回リハーサルで一番苦労したのはこれじゃないかな。先ほどまであのピカチュウだった、今日の最初のじゃんけんで勝ってしまった小林貴彦は、あれピカチュウなの気に入ったの、あ、ピカチュウでいいよ彼がですね、多分死ぬほど難しいパート弾いてますので注目してみてください。まあ、鍵盤の単位みんな難しいよね、うん、結構この米津玄師さんもそうなんですけど、結構機械で作ったボーカロイドとか、それから打ち込みって言われてる機械で作った音楽って結構音がですね、詰め込んであったり、同じような音域にすごい違う音色の音を重ねることで華やかに聞かせるとか結構多いので、その辺がどうしても編曲すると音がいっぱい音がいっぱいになるということで、これ多分今日一番リハーサルで、ね、おーこれ大変だなっていう感じ、はい、高橋宏、ドラムの宏がミスったらもう夜刺されるぐらいの感じですね。その辺で注目して聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。やりきった。今ですね、裏でリアルタイムの YouTube 自分 の配信画面見てたんですけど、コメント欄がヒコチュウで荒れてました。ヒコチュウよく頑張ったって荒れてました。お疲れ様でした。だって今もさ、裏で練習したもんね。ありがとう、ありがとう。さて、ちょっと時間過ぎてしまいましたけど、これで前半最後になります。最後にみんな出てきてください。最後の曲はザ・ブーンさんの風になりたい、明るく終わりたいと思います。まあ、なかなかまだね、ちょっとコンサートが普通に開催できるっていうのはかなり遠いと思うんですよね。で、まだなんか感染者数が増えてきたりとか、いろんなニュースある中で、まあ、なんとか音楽家としてできる限りのことはやりたいなと思いますので、まあ、こういった感じで、客席を見たりとか、あまり行かなくていいって言われてるけどねーっていう感じで、どうしないかなっていう感じで悩みながらも、いろいろとやっていきたいと思います。もしかしたら次回また配信だけになるかもしれないし、こうやってお客さん呼べるってことになるかもしれません。その辺はちょっとメンバー内とか、あと各ホールの皆さんとのやり取りとかもあるので、それで決定してまたお知らせいたします。ということで、最後にもう一回メンバー紹介します。こちらから松沢美希松井佐々木ヒコチュウ小林坂で高橋博唐沢優島崎香菜